やっほー、カホです。イエーイ。はい、今日は何をするかっていうと、私が最近購入したものを紹介していこうと思います。イエーイ。まず1点目、じゃーん。今着ている T シャツなんですけれども、このデザインがねすごく可愛くて、私ニコちゃんマークとか地球柄とかすごい大好きなの。色合いとかもすごい好きで、バックプリントはないんだけどすごい可愛いなと思って購入しました。はい、次メルカリで購入したんですけれども、じゃーん、ワンピースでーす。私花柄がねすごい好きで、あと色合いもすごいタイプだったので購入いたしました。で、首元にボタンがついてるので、ちょっと開けたらセクシーに見えなくもないっていう感じで、女性らしく着こなせるから可愛いかなと思います。お気に入りです。次はフォーエバー21で買ったものになります。じゃーん。これは緑のベロア素材のタイトワンピースでございます。ベロア素材なので、どういう季節に着ていいかわからないんだよね。形的にはもうすごい露出狂っていう感じで、なんか夏って感じなんだけど、素材が冬みたいな。なんかパーティーとかいつかね呼ばれたら着たいなって思うけど、それまでは着ることないかなっていう感じです。はい、次またフォーエバー21のものです。じゃーん。で、プシとフォーエバー21がコラボした トップスなんだけど、タイダイ柄がね私すごい大好きで、これは本当に見た瞬間一目惚れして購入いたしました。腕にペプシって書いているし、ペプシのマークが胸元にもついていてすごく可愛いです。ただね、これすごいショート丈なので、私おっぱいがそんなにすごいちっちゃいってわけじゃなくて、割となんか普通にそれなりにあるので、なんかこう浮いちゃうっていうか、とにかく見えそうになるの、上に上がってくるのすぐこのトップスが。だからもうすごいこう下に下げてちょっと着にくいというか、難しかった。でもこれも季節感がよくわからないよね。お腹がねすごい見えるんだけど、長袖っていういつ着ていいのかしらっていう感じのデザインでございます。はい、でフォーエバーはねこちらで最後です。じゃーん。こういうズボンでございます。すごいねダボダボっとしたズボンでございます。両サイドにポケットがついてるの、それもすごい可愛いなと思います。結構ダボダボっとしてるので、トップスはぴったりタイトなものを着るとすごいバランスよく着れるかなと思っております。続きまして、衣類はねこちらが最後になります。じゃーん。アディダスのジャージでーす。ベロア素材っていうか、ちょっと秋冬っぽい感じで、今だったらね暑いですね。これは今のなんか若者さんって、なんか黒いアディダスのジャージ、シンプルなやつを着てる方が多いなと思うんだけど、結構それってなんかスポーティーっていうイメージなんだけど、これはなんかアディダスだけどスポーティーすぎずおしゃれ感もあるよって、まあ別に黒いやつを否定してるわけじゃないんだけど、結構おしゃれだなと思って。あとブラピンのリサちゃんがこれ確か履いてるやつをインスタに上げてたの、多分同じやつだと思うんだけど、それでもう可愛いなと思って買いました。私リサちゃんになりたいからね。はい、で裏もすごい可愛くって、下の方にねこういう線が入っております。可愛いよね。はい、続いてね靴になります。じゃーん。これはねリョウスケっていうのかな、なんか原宿系の若い子たちが履いてるイメージ、リョウスケといえば。なんだけどこれもなんかちょっとみんなが履いてるのとは違う形っていう感じで、そこまでね涼介にしたら厚底じゃないんだけれども、夏とかって黒い靴って結構厚苦しいイメージ印象を与えると思うんだけど、ここに黄色がプラスされていることによって、そんな厚苦しい感じにも見受けられないかなと思って。ブルンブルンブルン、ハチリガラトロブルン、オロイリケレノロマラルルルルルル、ハチさんみたいですごい可愛いでしょう。ブルルル。はい、また涼介になるんですけれども、じゃーん。これはね本当に一目惚れして購入しました。もう厚底すぎるから美脚効果はマジでマックスっていう感じです。レベル500ぐらいで、なんて言ったってこのソール部分のねお花柄がねすごい可愛いんですよ。でもう見ていただくと分かると思うんですけれども、ものすごい筋トレになるぐらいね重いの、すっごい重いの。でもねこれディズニーで履いたんだけど、意外とね慣れるの、人間ってすごいよね。全然歩きやすかった私は。続きましてこちら、じゃーん。
八乙女ひかるさんのお写真でございます。これはね、東京にいた時になんか原宿のジャニーズのなんか写真売ってるところで買いました。あのお友達がね、ジャニーズに今ハマってて、私もちょっと行ってみたいなと思って行ったんだけど、すごい八乙女さんのこの笑顔がね可愛いなと思って購入いたしました。なんかジャニーオタさんとかはファイルにね1枚ずつこうやって入れていくみたいなんだけど、私はまだ1枚しか持ってないので冷蔵庫に貼っております。大切にします。怒られるね、完全にごめんなさい。はい、次はこちらです。じゃーん、ダイソーで購入した今流行ってるなんとかかんとかっていうやつのユアグラムか、そのアイシャドウです。単独じゃなくてシングルアイシャドウ、佐々木朝日さんがシングルアイシャドウって言ってて覚えた。私はね BR1 番っていうやつを買いました。ちょっと赤っぽい茶色っていうのかな、私赤っぽい茶色がすごい好きなので買いました。すごい可愛い色でしょ、すごいよねダイソー。はい、ということで最後の商品になります。じゃーん、たったらー、こちらはディズニーシーで買ったやつですね。これ本当にずっと欲しかったやつなの。これは何だと思いますか？知っている方もいると思うんですけど、装着、よし、ここにねスイッチがあるんですよ。スイッチを下にすると、すごい愉快なねアンダーザシーがね聞けるので、このスイッチを上にすると、っていう感じでシャボン玉が出てくるの、すごいよね。でこの前ねディズニーシーでひたすらシャボン玉出して遊んでたんだけど、すごい映えるの、とにかくとっても可愛いのでおすすめです。でこの液をねつけたままだったら、あの倒れた時にね液漏れがしちゃうらしいの。だから遊び終わったらこれを外して蓋を閉めて保管してくださいね。テレビの前の良い子は絶対に真似しないでね。お部屋でやったら多分お母さんとお父さんに怒られちゃうからね。はい、ということで今日は私が最近購入したものをご紹介してきました。いかがだったでしょうか？この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。